エデン・ペーテル、ヨージェ・フド・ミハロビチは、ハンガリーの作曲家、音楽教育者。独語名、エドムント・フォン・ミハロビチでも知られる。クロアチアの由緒ある貴族を父親に、スラボニア地方に生まれる。最初に、ペシュト・デ・ミハーイ、モショニーに支持した後、1865年に、ライプツヒに移って、モーリッツ・ハウプトマンに支持し、1866年に、ミュンヘンで、 ベーター・コルネリウスのもとで学業を終えた。その後ペシュトに帰郷。ミュンヘンでリハルト・ワーグナーと知り合い、1872年にペシュト・ワーグナー協会の会長に就任している。1886年から1919 19年までフランツリストの公認としてブダペスト王立音楽院の委員長に就任した。4つの公共曲や多数の公共歌。 いくつかの演奏会用上曲、ピアノ競奏曲に加えて、6つのオペラや合唱曲、歌曲を手掛けた。公共曲二町長は、1883年に、ブライトコプフーンとヘルテル社によって出版されている。ミハロビチは、ワーグナーの作風に徹底的に影響されているが、ハンガリーのナショナリズムの支持者であり、コダー・イゾルターンや、バルト・オクベーラのような行進を激励した。 ムージックリグシコンオンライン、バイオグラフィー、エントリー・アイデンティファイング・ DN、ミハビッチ・ウィズ、イーホン・ミハビッチ。2008年6月10日閲覧。ザニック、オスカー・ジョージ・テオドール、オーケストラル・ミュージック・カタログ、スコアーズイン・ザ・ライブラリー・オブ・コングレス、グーグル・ブックス、ページ582、奥ク,ク、リンクツー・ワールド・キャット・インフォメーション・ 4D。 NP タヨザフフォンミハビッチ SD マイナーシンフォニーブライトコフハーテル2008年6月10日閲覧ありがとうございます